おはようございます、今日は4月の6日ですね、気温が 16.9、湿度 65%、室温が 22.1、湿度 51%、今日はちょっと雨がちょっと降ったりなんかしている、天気です。でもまあめちゃめちゃ雨降ってるわけじゃないですけどね。はい、今日のコーヒーは青空の誘惑、キリマンの帰りベースのブレンドとなっております。そして今日の格言ですね、コーヒーのレベルを上げたければ人に教えることである。まあ、人に教えることによって、コーヒーの自分の、何が分かってて何が分かってないのかがよく分かるので、結構いいことだと思いますね。はい、せっかくなんでこっちちょっと棚を置いた状態で、ペーパーですね、34センチの縦ロシ、これをこう真っ平らにせずにですね、使ってみたいと思います。まず、真ん中を作るために、こんな感じですね、十字に、ど真ん中を、見つけます。でこれをこう開いて、で粉を入れます。で実際に、この状態からすると、余裕があるので、こぼれましたね。ちょっと待って、粉がこぼれたんですけど。ちょっと粉がこぼれちゃったんです、まあ、ちょっと、とりあえず、金碗の、外側だけを、セットした状態で、やってみたいと思いますね。今回は挟み込むことなしで、まず真ん中に置いておきます。まあ本来だったらこうきっちりと円形にしておいてからやるべきだと思うんですけど、今回も、ラフに、折り曲げて、使ってみました。その個人的にこのひだがいい感じでこうクッションになっているような気がするので、ちょっとそのまんまで、やってみたいと思いますね。ネルとかなんかは布の張力でだいたい支えてるわけですけど、布の張力で支えるって柔らかく支えるんですね。コーヒー豆を柔らかく支える、
それに対してプラスチックとかなんかで覆うっていうのは結局、ガチッと固めるんで、素材としてはまあきっちりしてるんですけど、この柔らかくはないんですよ。で、松屋式の金枠っていうのも一応円錐のペーパーを使うので、円錐のペーパーの形っていうのは基本的には円錐ときっちりできちゃってるので、あとは、紙が変形する分だけ、柔らかくはなるんですけど、紙の変形にゆとりはないんですよ。円錐に決まっちゃってるわけだから。ところがこの縦ロシをこう折り曲げたこの緩い、紙はですね、やたらあれなんですね、余裕があるんですね。結局は四つ折りですから、四つ折りっていうことは、まあ使われてる布の、重なりの部分が非常に多いわけなんですね。非常に多い部分と、まあ重なってない部分とに分かれるわけですけど、結局力はものすごく逃げちゃうわけですよ。変形しやすい状態になってるので、その変形しやすい状態でコーヒーを立てるわけですよね。それが、平らな紙であったら、まあ、あまり変形はできないんですけど、例えばいわゆる、理科の実験で使うロシとかなんかっていうのはもう、四つ折りにして、ロートに、つけるんで、どちらかというともう完全に、まあ特にロート自体が、ガラス製で密着して、ろ過するんで、もうこれはガチッと固まってるんですけど、このひだひだのついた縦ロシをこう折り曲げてやるとですね、非常にこう緩いわけですよ。だからこの緩い状態で、保持するっていう感じなら、これは結構面白いなと。ただ面白いなはいいんですけど、この広がろうとした時に、今この状態で言うとですね、今危険なとこは何かっていうとここなんですよね。外へ逃げようとする力が結構大きいんですね。なぜかっていうと、実を言うと、原因が金腕にありましてですね、金腕が、結局、20パイの金枠の内側に、リングが来た状態になるんですね。そうすると内側のとこに、枠が来るわけですから、ところが、金枠のリングよりも内側っていうことは、どうしても外側へ逃げようとするんですね。それでちょっと不自然な膨らみ方しちゃうんで、これちょっと危険だなと。これ下手すると、金輪を使うこと自体は危険が伴うなと。それよりも、金輪なしでやった方がうまくいきそうな可能性はあるのかなという気はします。だからここら辺もちょっともうちょっと、ちょっと検証しないと、まあこの後もう一回コーヒー立てるので、今度は金輪なしで立ててみようかと思ってますけど、実際にこういうものって、まあやってみにはわからんですけど、まあこの中では当然金輪があった方が、安全だろうと思ってやったんですけど、思いのほか安全ではないなという気がしましたね。まあこの手のもんって基本的にやってみにはわからんっていうのはありますから、まあある意味こうなるであろうという仮説を、考えて、それからやった方がまあ多分いいんだと思うんですよね。勉強にはなるような気がするんですね。こういう風でこうなるはずであるっていう風でやって、そういう
意識を持って、コーヒーを立てれば、その分だけあれですよね、この立てた時のギャップがあって、あ、実際にはこういう風になるんだっていう風で、まあ、ある意味納得できる部分が あると思うんですけど、今回はそういうことなしで、まあ、やっちゃいましたけどね。ただこういう風にやってみるといろいろと修正点は出てくるなっていう気はします。ただ思ったよりも立てれるなっていうのは本音でありますよね、うん、ただ現実にひだひだに例えば柔らかく包み込むような、雰囲気という価値はありますけど、ただ折り曲げにくさで言ったらもう半端なく折り曲げにくいですね。平らな丸い、例えばロシを、四角く折るというか、まあ、4等分に折って、セットするのと比べると全然、大変度合いが違いますよね。だから折り曲げにくさに関しては折り曲げにくいですよね。コーヒーできました。感じとしてはこんな感じですかね。かなわんの味見ましょうか。雰囲気としてかなわんはあんまり役に立たなかったですね。つまり、上向いちゃってる。もうちょっと結局、かなわくんに、沿った方がいいかなという気がしますので、この状態はあんまり正しい形にはならなかったですね。まあそれでも、まあ、問題は起きなかったです。はい、とりあえずお湯で薄めます。はい、コーヒーは青空の誘惑ですね。コーヒーの入り方は全然問題ないですね。綺麗な松屋式だと思います。でロシー自体ははっきり言ってペランペランの薄っぺらいロシーなんで、持つのかなというふうに不安に思うかもしれないですけど、紙全体で力を抜く場合はあれですね、破れにくいですよね。一箇所に力がかかっちゃうと破れやすいですけど、紙っていうのはああいうプレスで打ってあるものと比べると、プレスで打ってあるものはもうそこに全部力がかかってるんで、大体そこが弾けるんですけど、それが起きない分だけ安心感はありますね。
宣伝の方はもうじきガブ飲みできます。昨日全部、昨日、玉木の豆を、選別僕がやりまして、 あとはもう、ブレンドして、袋詰めすると出来上がりっていうふうな状態まで来ましたんで、もうじき、玉木の新作はできてくると思います。で、今日の格言ですね、コーヒーのレベルを上げたければ人に教えることである。まああれですよ、まあとりあえずそんなもんです。はい、ほとんど解説をしなかったような気がしますが、まあそういうこともありますということで、とりあえず今日はここまでにします。